日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。というわけで、視聴者のあなたにまずは新年明けましておめでとうございます。2024年も日常演舞はいろんなものを食べてレビューしていきますので、どうかよろしくお願いしますね。しかし仕事の繁忙期で疲れたのが今になってできて、ちょっと声がガラガラになっているので、新年早々聞き取り声が聞き取りにくい動画になってしまうのは申し訳ありませんが、ご了承ください。さて2024年一発目の食べていくものはこちら。成城石井で買った、の通販で買った、おせち福箱ですね。というものを、で、中に入っていたこちらの5品を食べていく。まあ、おせちといっても、実際はもっといろいろ入っているんですが、あくまで成城石井の人気商品を集めたものということなので、地味ですけど、ちょっと地味っていうか、言ったら失礼ですけど、種類は少ないですが、やっぱり新年はおせちですよね。去年はちょっと喪中だったので、こういうおめでたい動画は出さなかった、出すのは控えたのですが、今年はやっていきますよ。では、ちょっと待っててみてくださいね。まずは、こちらのゆずなますから食べていきたいと思います。結構量入ってるな。食べきれるかな。では、いや、食べきるんですけどね。では、いただきまーす。2024年もいろいろ食べていきますよ。まずは、ナマスから。シャキシャキしてるね。しかも、意外とさっぱりしてるから、パクパク食べ進められる。量に反してね。もっともっといっぱい食べて、次に食べるのは、黒豆ってほんと、優しい甘さが癒してくれるわ。かまぼこでちょっとトラブル起こっちゃったけど、どんどん食べてくよ。次は、本格的なおせちにはまあまだまだ遠いけど、こういうのもいいよね。今日は、新年一発目ということで少し長めに喋ってます。よいっと。結構苦味強いな、これ。好みが分かれそう。さてさてさて次。もうちょっと上向いてくれよな、自分って正直見てて思うわ。仕事の疲れが出ているとはいえ、これはまずいよ。もっと上向いて食わなきゃ。今後の反省材料でな、2024年はこういうところも気をつけていかないと。はい、それぞれの商品についての詳しい説明はこの後すぐ。ごちそうさまでした。最初に食べたその紅白ナマスはちょっと量多いかなと思ったんですけど、人参と大根が柚子の香りでさっぱりと仕上げられていることもある。意外とあっさりパクパク食べ進めることができましたね。野菜もたっぷり食べますし、やっぱり最初に食べるのにふさわしいかもしれません。で、次に食べたこちらの黒豆はとろっとした甘く、そして豆の優しさが溢れる甘さが口の中にふわっと広がってきて美味しい。黒豆ってどこか優しい甘さがあって、ほんとお正月の楽しみなんですよね。それと同じくらい正月の楽しみがこちらのかまぼこ。なんかかまぼこって案外おなじみだと思うんですけど、案外食べる機会がなくて、お正月にむにゅっとした弾力を感じながら食べるのがいいんですよね。で、次に
ちらの名作りイワシ塩とあるのですが、結構苦味が強くて好みが分かれそうな味わいでした。最後になりますが、こちらの栗きんとん、他のは結構低カロリーだったんですけど、これだけカロリーが1000キロ近くあって、しかも小って書いてあるんだから、一体大だったらどれぐらいあるんだろうって思いましたね。だけどさつまいもの甘さと栗のコリコリとした食感が相性バッチリで、とても美味しかったです。なので今日の代表として5点とさせていただきますね。2024年も今日みたいなペースでいっぱいいろんなものを食べていきたいと思いますので、どうか応援よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。